見て、今日珍しく二人時間内に来てます。角度的にこうか。違う、こうだな。俺多分こっちだな。なんだかってさ、俺が後ろにいるから。まあ、とりあえずいいや。 CM じゃない、オープニングだ。今年雪降るの早いけど寒くなるのかな。もう寒いよ。とりあえず寒いよ。だから普段着慣れないこのなんかタートルネック着てやめた方がいいよって言われた今日この頃ですけど、あ、息が寒い。あ、大体俺が寒いね。リオ着、だってまだリオ着てないからね。大丈夫、大体まだリオ着てないからね。ああ、そう、先週の、ああ、やべえ、遅刻した。ほら、遅刻すんなよ、今日。先輩が早く来てんやぞ、お前。はい、すいません、遅くなりました。あ、皆さん、こんにちは。おはようございます。じゃあ、今日、リオ頑張って一人で。それ無茶ぶり一番きつい。ただ、俺今日行って、ベロベロやで。まあ、ベロベロやで、今日。ツイッターに、この放送の URL 貼ってただけです。ベロベロに見えないで、ね、ベロベロやで、マジで。あ、ちょっと待って。リオ、もうちょい。こっち。そこ、OK、完璧。半分だけ見せようかな。うん、ちょっと、角度、いろいろ、分けありで。角度が。俺がここから動かないのは、俺の後ろに俺のパネルがあるから。絶対に見せない。あれか。絶対に見せない。それは面白い。あ、ありがとう。繰り返し見てくれてる人かな。あの、部屋名を変えただけで、僕、見えない。何、あのパネルって。やめてほしいよね。リオでも最近ほんとホストだよ。俺よりホストだもん。うん。服装がちょっと、周りに影響されて、ぽくなったのかな。俺なんか最近、なんか、やっと服装が落ち着いたねって言われたのに。今日これ着ただけでなんか、ねえ。これもう BGM じゃないこれ。じゃあ、待って、それは、分かってる、やるから、CM 明けにやるから、ちゃんと。また語るから、熱く。お前らちゃんと聞いてろよ、マジで。早いね。ネタ振り早い、ちょっと。俺、後でやる話してたから、これ。ホストっぽくない気はって、俺別にホストやってないもんだって、今。今日もやるよ。恒例の。恒例じゃないけど。お決まりの。うん、情熱アイリク。あ、情熱アイリクね。情熱アイリクやるよ、今日も。今日のだからお題ちゃんと決めといてよ。残り15分でしかやんないから。あれなんか、半分透けてる。ちょっとアスカさんの顔、この、胸元は見える。動くとこ。あ、俺もちょっと見える。ちょっと。あ、じゃあ俺の服的な問題じゃないこれ。確かに。見えるけど。ここのいい感じのところね。見えない、隠してる。え、何でもゴジラビルの前で従業員の子と歩いてるアイキ見かけたけど、スタイル良かった。え、それ、昨日とか。俺昨日従業員の子を飯連れてったんだけど、その時にゴジラビル歩いてた。はいはいはい。え、俺別にスタイルは良くないよ。てかよく俺って分かったね。まあ、マッピング。2週間くらい。ああ、じゃあ合ってるわ。言ってる言ってる。マッピング、マッピング。よく俺って分かったね。それはすごいね。え、奇跡だよ。なんで声かけてくんないの。一言なんか見てますぐらい言ってくれたらありがとうって言ったのに、ね。え、うん、俺って分かるんだな。すごいね。すごいね。女の子はやっぱ、全然違う。ちょっと待って、アイキって後輩とご飯行くの、行くよ。行くよ、そりゃ。行かなきゃいけない、行けないこともないけど、俺結構みんな連れてご飯行くよ。そうだよ。
いや、奢ってもらうの出すわ、ちゃんと出すわ、こっちが。僕も出していただきました。ありがとうございます。俺、ほんとみんなのご飯奢りに行くよ、とりあえず一回は。だから前も言ったけど、そのご飯奢ってあげた時の対応を見て、今後こいつをどう付き合いするかみたいな。なるほど。せやね。一応後輩いいんやで。だってリオも後輩やし。後輩ですね。ただ今日一個だけは言っていい？今日ね、リオくんにね、くっそ飲まされた。あれ俺飲まされる。入れろとも何も合図してなくて。違うよ、あれお前が悪いねんで。じゃあなんかいきなり、ハーフで飲んでて。俺はハーフで。で、あ、じゃあ俺も合わせなきゃなと思って、同じグラスで俺も同じぐらい入れたら、え？みたいな。秋さん飲まないんすか？いやいやいや、飲まない、飲まない、から俺じゃあいいよっつって、俺が8割ぐらい作って。いや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 、俺はハーフでいい、別に飲めとも一切思ってないし、元からで、だから普通にハーフ注いでたから、いや俺の真似しなくていいのにって思ってて、えって言ったら、それをえって言うから、俺じゃあいいよっつってバー入れて、とりあえず一気に飲んだけど。なんでさ、バイサドハルいるんだけど。もうね、本当にね、ここ来いよ。じゃあ死ねばいいのにと思ったもんね。俺は酒強くないから、飲ましたらあのキャラ変わるよ。リオはあんま飲ましたらダメ、めんどくさい。こいつめんどくさいから。まあ別の意味でめんどくさいかもしれないけど、面倒見てくれるんだったら飲ましてもいいよ。でもリオはね、お酒強いかって言われたらそうでもないよね。うん、たまにあの調子に乗って飲んで、ウェー、俺しんどいっすって言ってるぐらいだね。うん、そう、ウェーって言ってる時はまだ普通に意識あるから全然大丈夫。うん、ウェーって言ってるからね。そう、俺酔っ払ったらもう何もないからね。俺はまあ、何俺は別に酔っ払ったら何にもない。確かにない。俺静かに寝てるからね。もうあの、さっきまで勢いよかったやつがいきなり電源切れたからパーンってなるから、俺もういいやってなるから。俺も全然静かで酔ってるところはなかなか見れないかもね。飲ませないと、飲まされないと酔わないから。俺営業中、営業中基本酔わないからな。俺営業終わってから酔う。営業終わって潰れるか、あのあれだよ、元気になるからどっちか。俺って後輩からなんて呼ばれてるの？大体愛貴だよ。アイキ様、アイキャン、アイキャンとか、あー、アイキャンとかアイキとか、うん、キャンってよく聞く、うん、聞こえてくる。キャンって、そう、アイキャンが多いかな。キャン、アイキャン、キャンが多いかな。だから俺別にその後輩からなんかタメ語使われよう何されよう気にしない人だから。俺も気にしない。だから別に何でもいい、好きなように呼んでって思う。全然普通だよ、俺。アイキャン楽しそうだよね。あ、優しそうか。優しくはないねんで、俺別に。俺別に優しくないよね。って言ってるだけで俺は優しいと心の中では思う。嘘やん。俺結構だって思ったこと言うよ。嘘じゃない。あ、それは、うん、そ、うん、それは全然言うけど、それはそれで。俺だって思ったことそいつにすぐ言うから。別に周りがなんて言おう、俺はこう思ったからこう、うん、って言うから。いや、それは分かりやすくて本当に、うん、俺は言われた方がいい。笑いがなんか、ま、じゃあまだ情熱大陸やってないよ。まだまだちょっとまだやってないよ。まだ、はいはいはい、笑いがになったね。どんだけ昔から見てるのか分かんないけど。あ、あとさっき話したんですけど、あの小手半ね、つけてくれたらこっちも毎週やってて、あ、同じお客さんだって分かるんで、コテハンつけてくれたら嬉しいよ。コテハンつけて常連になってくれたら、なんかイケボで支えてあげるよ。別に、別にねえ、なんでもいいんだよ、名前じゃなくても。なんか分かるものがあれば、なんだよ、こっちもね、また来たねってさ、昼は続けます。もちろん何も変わってないです。俺だからコテハンつけてくれたらね、それこそなんか、そう、ね、やっぱ今誰もつけてないから、もうつけられたらもうその子にしか目がいかない。今って言う、何、アイキの黒髪ぐらい恥ずかしい。俺別に黒髪は恥ずかしくないんだよ。あの髪型が恥ずかしいだけだからね。俺
でもてか赤なくなったな俺マジで。やっぱり赤入れに行こう。俺さ赤は恥ずかしく、赤じゃないわ、黒は恥ずかしくないからね。何が恥ずかしいってあの、あれだよ、赤といえばまさかのやりますか、振りうまいね、振りうまいね、レッツ違います、私広島赤といえば一つしかありません。そうなんだよグランパス8ってなんだよグランパス8ってちげえよ、一個しかねえだろ広島赤、なんで俺が赤、てか俺最近マジで赤の率多いよね。おいおいおい、ほんとに多い、絶対あの体の一部のどっかに赤があるからね、うん、ある今だって頭赤、腰巻き赤、ま、靴赤、なぜ俺が赤をつけているかといえば、そう皆さんご存知の通り、はい、サンフレッチェはあの紫なんですよねそう、久々に移籍するよねね、そう赤といえばガーナチョコレート、母の日にあげる、うまい、カーネーションと一緒にあげる、あの有名なガーナっすよ、ロッテの、あれ別に広島じゃないからな。これ小手半ついた、アットマークでついた。じゃあだからなんでお前ら俺がこう望んでる時に話はしないのに全然俺が望んでない時に話してくんの、ね、え ID ってアットマークでつくんですか。赤といえばキャラメルコーン、ついたついたついた、こっちについた、オッケーありがとうジェリーちゃん、やった。じゃあキャラメルコーンも違う、それパッケージの色、松田別に赤関係ない、どっちかってさあれ青だよ何よ俺なんか何すればいいの俺、とりあえず赤が出てくるまでじゃあ全部のボケるよ、頑張るよ俺ボケ。はい、では広島赤、さあ何、全部のコメントにボケれた言ったもの、俺ボケれるかな、大丈夫かな、いけるかな。俺毎週見てて、あのコメントを見てて、まあ、毎週見てくれてる子がいるなって思うんですけど、うん、実際、見てくれてるのはいいけどお店に一回でも来たことがある。あ、すげえホストみたいなこと言うよ。いや、来たことはないけど毎週見てるよって人結構どれぐらいいるんですか。で、気になって、わ、あれアンケート取ってみたら、アンケート取れます。はい、お店に行って通っている、通っていた、あ、じゃあ分かった、お店に来たことがある、まずイエスかノーか、三択でいいよ。通っている、通っていた、通ったことない、今見てる人で。で、4つあるから、その後、通っていた、通ってる、通っていた、通ってみたい。通ってみたい。通ってた、通っている、通っている、通ってみたい、みたい、愛希が好き。よし、これいこう。それ、それ本当に、それ後でしない、2回目にしない、なんでよそっちに振られたら本当のあのあれなら分かんないじゃん。いやこいつらはだって本気で答えるよ。いや俺それを入れられるんだって、じゃあ俺も入れてほしいじゃあもう別に店に通ってる通ってなしに、あのこの2人で通うならアイキがいいのかリオがいいのかにしよう。ああ、うん、それはいい感じに分かれそうな気がする。そう、キャラ全然違うから。全然違うよ、全然違うキャラ、うん、ね、もし指名して通うなら、はい、もう二択でお願いします。もしこの二人で通うなら、アイキがいいのか、そうリオがいいのか、これでやろう。毎週ね放送見てたらキャラ分かるだろうし、いいと思う。もう話全部ひっくり返しちゃう今、うん、やってやろうじゃないかお前。俺これで負けたらどうしたいんだろうね。あの MC 変わるわ俺も今後二度とニコ生に出ないわ。そういうから、あのそういうのするとまたほらニコ生見れないから仕方なく入れちゃうってなっちゃうから。需要ないんだもんリオがいればいいみたいになってるから。いやそれはまた別でしょ。じゃあ CM で CM の後にアンケート取ります。
マジで CM、ね、あ、投票中なのか。あ、じゃあ投票お願いします。 CM 中お願いします。 CM。さて、投票が終わったようですが、運命やな、これ。結果、お願いしたいと思います。待って、まだまだまだ。一応おさらいしよう。はい。このルール。あ、ルール、はい。このルール。はい。もし、店に通うなら、ね、愛希がいいのか、リオがいいのか。うん。これ結構投票。で、これで、もし俺が負けたら、今日、本日をもって、この放送をもって、俺は引退する。よし。で、あの、僕が負けたら、あの、今から帰ります。よし、結果出そう。今から帰ります。さあ来い。ほら、リオ、あ、俺もう引退だわ。お疲れ様でした。ありがとう。じゃあ、お疲れ、あと任せてね。じゃあね。お疲れ様です。あとは任せた。いいね、ほぼ半々っていうフォローが入ってるかもしれないけど、彼はもう帰ってきません。ありがとう。じゃあ、お疲れです。見とけよ、これが最後の勇姿やで。で、僕がこの席を取ったわけなんですけど、なんと、あ、隠れてる、これ、出演者で、ちょっとすら、これ画像ちょっと、上に、こう、できます？これ、はい。これ、これ、もう終了、もう終了。っていうね、見れましたね。いや、ほんとに可愛い。新人で初めて洗剤取りますみたいんで、超緊張してるみたいな感じ。もう十分。あ、で、まあ、本題に入ると、アンケートを取りたいと思います。お店に今、通っていた、行ってみたい放送だけで十分の4択で、お願いします。あとは、一応、なんですけど、BGM を例のやつに変え、こっそり変えといてもらっていいですか？で、僕しかいないんで、僕喋りますけど、まあ、先週かな、言ったのが、俺一人の時に喋るよって言ったんだけど、イベントの11月11日かな、の日に、潰れちゃって、僕が、初めて、やべえってなって、その時闇上がりで、昼飯食ってから何も食ってなくて、で、オールコール入って、シャンパン渡されて、あー、渡せたからもうもちろんグイって飲んだら、その直後に、ふらーっと来ちゃって、そのまま朝方までぶっ潰れて、その夜中、なんかもう血流がもう全身やばくて、足とかもうドク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 言ってて、あ、これもう俺死ぬと思って、初めて、救急車呼んでって潰れながら叫んだっていう、ことが実はありました。無事生きてます。アル中になったことないからわかんないけど。じゃあお疲れっす。 BGM はお疲れっす。えへへ、お疲れっす。
あ、じゃあ最後にやるよ。はい、救急車呼んでないっす。呼ばずに済んだ。この曲流れたら俺しかいないやろ。何？さて、今週もこの時間がやった。あ、俺今日卒業するから。俺にとってニコ生はどんなものなんだやっぱニコ生って多数を一緒に見てもらう。その中でやっぱね、できた中で今日で引退するって言ったけど、やっぱり行かないでみたいな、ダメみたいな声で、あいつやっといなくなって感じで言ってくれる人もいるわけですよ。その中で何がしたの？どうしたの？俺のツイッターのフォロワー数が欲しかった。そこまあ増えない。やっと増えた、一人増えた、思ってみたら、なんだ、あの、なんか、出稼ぎ案内所みたいな。どこのボットだよ。稼げるなんちゃら、そうだね。で、大体、あの、フォローされたらすぐに減っちゃう。で、やっとなんか真面目に。あ、アンケート。結構迷ってる。いるね、結構。ね。ありがとう。放送。まあ、こうやって通ってくれてる人もいる。こうやって行ってくれてる人もいる。朝早いじゃん。俺しか出てない、リオしか出てない、この2人しか出てない、こう見てくれてる。頑張ってツイッターのフォロワー数、フォロワー数落ちた。まあ増えない。したのか。ここに出てたけど。ね、何回も俺とリオ言ってきたよ。何かあったらこのツイッターのね、まあ、ID にやってねみたいな。まあね。なんだこれ。増えないし、俺今日リオに負けたし、もういいよ、お疲れ様ってなる感じ。来週から僕、ニコ生 MC っていう役職つくんで、よろしくお願いします。役職でやんねん。役職でやんねん。まあいいよ。まあ今週ってかもう今日で最後なんだけど、今までこうやって付き合っててくれたらみんなありがとうみたいな。まあ俺から言えるのは本当にあれだね。お前ら全員フォローしろ。本当にフォローしろ。今すぐフォローしろ。いいね。してるかも。してるかも。してるかも。でも、なんかもう、文句ない。でも最近俺インスタ始めたから、インスタの方がメインかもしれない。最近見たらもう見ないやつ。いや、絶対嘘。絶対見るから。絶対見るから。あいつどうせもう、来ないからコメントしてもわかんねえやぐらいの勢いだから大丈夫だよ。そんなもんだよ、所詮。それはあれだよ、あの今日店行くからっつって来ないのですから。ああもうありすぎて、そうそうそう、もう慣れたね俺。だいたいもう知らないっていう。見ない見ない詐欺、くるくる詐欺、いくいく詐欺でしょ。ただね、まあこうね、ラブレスの時からと出させてもらって、で今となっては IQ が出たらカープの話をしとけばいい。ね、それは毎週だね、もうね。毎週だよ。毎週俺が出たらカーブみたいな。たまになんかサングレーって言ったけど、よくわからんことあったけど。まあね、そう、俺にとって赤って言えばカーブなんですよ。カーブが好きかって言ったらそうでもないけど。違うんかい。別にそうでもないよ。違うんかい、ここまで持ってきてるです。違うんかい。にわか以前の問題であんまり知らんし、俺。で、わざわざこうやってね、タバコケースだと俺赤なんだよ。結構爆弾発言、赤なんだよ。結構赤で揃えてんだけども、別にカープは好きでもないし、俺が赤にしてる理由はみんながかっこいいって言うから赤にしてるだけだって。かっこいいって言われたいんだよ。だからカープの話振られたところで俺知らないからね。ぶっちゃけキャラメルコーンはあんまり好きじゃない。まだポタポタ焼けの方が好き。合うよ。でもまあありがとうね。おばあちゃんの味が一番好きな愛媛なんすよ。そんな愛媛なんすけど、今日本日をもって引退をさせていただきます。ありがとうございます。まあもう俺に言うことはみんなないっしょ。もう今あるのって言ったから、もうあともう5分ぐらいで終わんで大丈夫か。こっからコメント飲めなかったもん。何もコメントがないと。いや、
あ、もうその止められても俺は来週も来るけど、奢ってくれはちょっと違うぐらい。奢ってくれは違うな。じゃあお前らとりあえずゴジラ前で俺を待ってろ。最後に奢ってくれって前、奢ってくれって書いてあって、あの来週の月曜日じゃあゴジラ前に待ってくれ、俺見かけたら言ってくれたらラーメンぐらい奢るよ。ハムクラだけ、俺アコ好きだ。いや俺別にくるくる詐欺はしないよ。俺仕事はよくするけど、俺も明日休むからって言ってちゃんと行くけど、めっちゃいいやつも。まあでも大丈夫。まあ最後にもうあとほんと5分ない、あるない、まあないから、あと5分でやりましょうか。情熱大陸やりましょうか。あ、ほんとの本番。まあそうですね、最強の2人や。それなんか先週言ってたな。はい、最近さ、最近っていうか、あれだよ、いっちゃん最初のコメントにもあったけど、アイキにとってホストとはなんだよ。ホストとは最高にバカで最高に難しい接客を、本当にうんとしか言えない。コメントっていうか、なんか言っていいかわからないけど、コンビニ飲食店、やっぱそれぞれ売り出し物って決まってるやん。うちの店はこれが美味しいです、商品です、これが新商品です。俺らって違うんだよ、俺らがいつでも新商品、髪色変えたら新商品ですよ、服装変えたら新商品ですよね。その中でいかに自分を売り込むか、でましてやその求めてきてることに対して対応できるか、これが大事なわけですよ。だから時にはバカもしなきゃいけないし、で時にはその子のなんていうかな、ためじゃないけど、その子が求めてるものにもならなきゃいけない。それができるのが大学生でもなく、サラリーマンでもなく、俺らのいろんなタイプのホストがいて、いろんなタイプの女の子がいて、それにドンピシャに合う、それを見つけるのがホストクラブに働いてるホストであり、ホストクラブに来る女の子だ。それが一番の大事なところ。まあ今日こんだけいいこと言ったけど、まあ来週から来ねえからな。お前らお疲れ。まだな。お疲れ様。投げかけるすべもなく黙り込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろうさっきまで使い込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界は